はい、おはようございます。今日は5月の3日になります。スイカはこんな感じで、葉っぱ3枚だったものからこのスイカらしい葉っぱが1枚、2枚、3枚。スイカの定食にやってきました。そっと裏に手を押さえながら周りの土を馴染むように一緒に植えます。はい、まあ、こういう風につるが今伸びてきています。スイカはこんな感じで少しずつでかくなってます。やばいやばいやばい。はい、こんにちは。今日この後ろの方に見えるワラニョっていうものをちょっと紹介したいと思います。稲刈りの時期に稲を刈って副産物となるワラを使って敷きワラとして使うんですけど、これを崩してってそのまま圃場内でワラを引けるっていうので、この地域ではこれが一般的に作られます。藁にはこんな形で残ってます。雪も難なくと、まあ、越えてくれたかなと思います。中の方はこういう風に腐らずにやっぱ湿気など飛んでくれるので、とりあえず今自分が上乗って屋根部分を外してきます。結構崩れやすいよ。やばいやばいやばい。わらは、まあ、一株一株でこうできてるので、まあ、触り方がちょっと難しいんですが、まあ、大体一握りぐらいを持ってつるの下に入れていく作業になります。であんまりつるを触りすぎると、先端を触ると折れてしまうので、つるの真ん中ら辺を持って少し上げることで下にわら入れやすくなります。できるだけ株元のところまで藁を引くこと、あと、まあ、綺麗にお客さんとかも見ることがあるので、できるだけ株元を揃えてあげるのがうちの基本かなと思います。であとつる剪定これからしていかなきゃいけないので、まあ、方向をちょっと揃えてあげます。これの繰り返しになってるんですが、だいたい1列100メーターちょっとあるので、
とりあえずみんなで一つ一つ頑張っていきます。藁を下に入れていきます。はい、実はこの藁を引くことで、まあ、株元の温度をあんまり上げすぎない効果だったり、この中にこういうやつですね、ツルの巻きづる、これが藁に絡まることで風とか吹いてもツルがとか飛んでったりとか、まあ、葉っぱがひっくり返ったりとかっていうのがなくなります。まあ、特にこの藁はよく、まあ、なかなか今使ってる人もいないんですが、まあ、ここら辺の地域はやっぱ水稲中心農家が多いので、まあ、しっかり藁をしっかり取って、まあ、こういう、まあ、スイカでも使っていくっていうのが大事だなと思います。はい、スイカ畑が完成しました。畝のところに株元に藁と、あとつるの伸びるところに藁、そしてあと藁いらずで、まあ、風で藁が浮き上がらないようにセッティングして完了です。これが今14列ある感じです。つるがだいたい1メーターぐらい、葉っぱがつるに対して5枚から6枚、長いものはもっと伸びてます。でこれを一つ一つ剪定していきます。最初の剪定なので、まあ、方向付け等々しながらやっていかなきゃいけないので結構大事な作業になります。つるが折れやすいのでまず折れないようにこう藁を藁から外していきます。基本的に先端がまず折れていないか確認しながら長さをだいたい整える作業です。この畝はだいたい4本仕立てで作るので4本まずあるか確認していきます。1、2、3、4で、葉っぱごとに脇芽っていうのがこのやつですね。こうやって脇葉っぱの間に脇づると脇芽、あと花ですね、あるので脇芽をちゃんと一つ一つこう取っていきます。ちっちゃいところまで取っとくと楽です。スイカはこうちょっとずつ今できてるんですが、もうちょい時期が来たら花粉付けというのに進んでいくかなと思います。大事なのはこう葉っぱがしっかり上を向いてることですね。剪定した後上向けておくと、まあ、光合成もしっかりしてまた育ちがいいのでこんな感じですね。収穫しているはるかです。こんにちは。かわいいこんな感じでいっぱい実がなってますね。高さで言ったらもう胸のあたりぐらいの高さになってきてます。頑張るぞー。あー